マンションハウス駅は、ロンドンのシティオブロンドンにある、ロンドン地下鉄の駅である。サークル線とディストリクト線が発着する。この駅は、トラベルカードゾーン1内にある。クイーン・ビクトリア・ストリートと、キャノン・ストリートの交差点の地下にある、地下駅である。シティオブロンドンの市長官邸である、マンションハウスに近いが、実際には、バンク駅の方が、より近い。 この駅は1871年7月3日にメトロポリタンディストリクト鉄道が路線をブラックフライヤーズ駅から延伸した際に開業した。この駅は MDR の新しい東側の終着駅となった。MDR はメトロポリタン鉄道とサウスケンジントン駅でつながっており、 両鉄道はライバルであったが、内環乗船というそれぞれの列車が、相手の路線に直通する運転を行った。1872年2月1日、MDR の北方面支線が、アールズコート駅からアディションロード駅まで開業し、ウエストロンドンエクステンション、ジョイントレールへと接続するようになる。この時から、アウターサークル系統が、MDR の路線を経由して運行されるようになった。 この系統は、ノースロンドン鉄道により、同鉄道の終着駅、ブロードストリート駅から、ウィルズデンジャンクション駅まで、ノースロンドン線を、そこからアディションロード駅まで、ウェストロンドン線を、そして、そこから MDR を、マンションハウス駅までを運行する、という形態であった。1872年8月1日より、ウェストミンスターを通過する、ミドルサークルもまた運行を開始した。 この系統は、ムーアゲートから、インナーサークル北側の MR の路線をパディントンまで走り、そこからラティマーロード駅まで、ハマースミスシティ鉄道を走り、そこから MDR 線をマンションハウス駅まで運行するというものである。この系統は、H、H&CR と MDR が共同で運行した。1884年10月10日、MDR と MR は、 マークレーン駅まで路線の東側を延伸し、これによりインナーサークルが環状線として完成した。1900年6月30日、ミドルサークル系統はアールズコート駅とマンションハウス駅の間の運行を取りやめ、1908年12月31日にはアウターサークルも運行を取りやめた。1920年代にこの駅の入り口は、 チャールズ・ホルデンの設計で採掘された。1924年から1926年に延伸したシティサウス、ロンドン鉄道の駅同様の彼特有の駅デザインで建設された。1949年、メトロポリタン線の運行するインナーサークル系統は路線図においてサークル線として記載されるようになった。 1955年当時のキャノンストリートにある出口1989年10月29日、駅は新しい入り口とリニューアルのために閉鎖し、その後1991年2月11日に再開している。この駅はしばしばクイズの問題に登場する。すなわち、ロンドン地下鉄の中で名称に5つの母音すべてを含む駅は2つあるが、それはどこか。 というものである。正解のもう一つの駅は、サウスイーリング駅である。ロンドンバスの11,15,17,23,26,76,100、172,388,521 17、系統とヘリテージルートの 15A1、ナイトバスの N11,N15,N21,N26,N76,N199,N550、N N551 系統が当駅を経由する。アウトオブステーションインターチェンジズ。ロンドン交通局。2012年10月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月13日閲覧。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ。データ、ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。